ュージーランドの海ですね。すごい潮風に当てられて、そんな中行われているイベントに参加してきます。ニュージーランドのアニメファンたちに会うのを楽しみにしてます。が面白いっていうのが最重要なことだと思うんで、まあ、それはたまにはこう生涯度外視して、これは面白いから絶対作ろうっていうことはあります。最終的に絵を描いていく、崩していくっていう工程もやっぱり僕は絵描きなんで、絵を描いてるんじゃないかって感じるから、ここもすごい楽しいですね。だから入り口と出口実は両方楽しい。無事終わりましたね。ニュージーランドのファンの人たち、ちょっと暖かくて、また来たいですね。空気も美味しいですし、自然も豊かです。ありがとうございました。またいつかどこかで。チャンネル登録、高評価、熱いコメント、お待ちしております。よろしくお願いします。